ます。新たに集められた4人の逃走者たち。まもなく第13回のゲームが始まる。はい、どうも皆さん、ヨサロウ影丸です。今日はですね、スプラトゥーン逃走中、イカ逃走中、ゆうたけさん、そしてコンケアさん主催の、参加させていただきたいと思います。はい、どうも、イカ逃走中会のカマセイヌ、キラことニコルトです。よろしくお願いします。なんだかんだ、何回出てるんじゃ？動画として5本目かな。頑張ります。さあどうもこんにちは、ダイダラでーす。イカ逃走中、今日も暴れます。今日はちょっと服装真面目ですちょっと真面目に今回は逃げ切ってやろうかと思いますので、ぜひとも応援してください。全員ぶっ潰す。いや、味方やね、みんな。はい、ゆうたけです。また逃げる機会を得たので逃走したいと思います。今度こそ逃走したいね逃走成功したい。反対が2人おんねんけど、うわ、想像してまうな、この時点で。それじゃ10カウントいくで。10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。始まります、逃走中。さあ、縄張りバトル。しかし今回は縄張りバトルではない。私たちは一番最後まで逃げなければならないと。そしてなんとミッションがもうすでに来ていますね。まずナイスを打っていく。ミッション、縄張りをより多く確保しろ。この試合はオープニングゲームである。より多く塗った上位3名のみが本戦に進むことができる。なお、エリア内にはブラスターハンター2体が放たれる。縄張りをより多く確保しろ。この試合はオープニングゲームである。試合終了時までに塗りポイントを稼ぎ、より多く塗った上位3名のみが本戦に進むことができる。なお、エリア内にはブラスターハンター2体が放たれる。塗れと。チャージャー塗りにくいんだけど。これダイナモさんずるくない？ダイナモでよかった。ねえ、上位3名に入っていたら確保されてもいい。これはちょろいっすね。ハンター以下に倒されれば即失格。一度でも捕まると復活することはできない。それが、イカ逃走中。今回の舞台はデカライン高架下。戦闘中でも利用されたステージで、広さは東京ドームおよそ 0.22 個分だ。逃走者の武器やギアは自由で、エリアを塗って逃げたり隠れたりすることができる。ルール違反となる禁止事項は今まで同様この4つ。ハンターに捕まれば即失格。スタート地点から出ることはできない。前半と後半合わせて8分間逃げ切ることができれば、10秒間の告知枠が与えられる。果たして逃げ切る者は現れるのか。今回ね、デコということで、バケツのデコなので、あのシールドなんですよね、サブがね。そして今ね、あの思った以上にインク管理がね、あの下手くそだったということで。ブラスターハンターいる。どうする、ブラスターハンターだって。これどうするよ、これマジで。でもこれとりあえず適当にこの辺に、やべ、死ぬ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 、死にたくない俺は。うわ、怖い怖い怖い。ちょっと待って、やばやば、囲まれし、あ、挟まれたかも。ちょっと待って、やばい、これはやばいかもしれない。あ、あっち行って。よかった、これ危ないやつだね。さあ、スペシャルは溜まった。しかしスペシャルは使ってはいけない使ってしまうとね、あの怒られちゃうので反則ですので。必死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 、合わないように合わないように塗っていく。マジ久々のイカ逃走中で、なおかつ久々のスプラトゥーンってこともあってね、ってかもういるじゃんそこに。あ、待って、めっちゃこっち狙ってない？これ。うわ、ぶんて、怖っ。そんなことあります？そして今、向こうから来てたよ、今。もう一人いないよね。いるな。待って、2体ってきつくない？よいしょ。あ、そこにいる。やべ、どうしよう。これは、あ、やべ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 、うっそ、うわ、マジか。うわ、マジか。やった、これやった。谷丸さん確保。
塗りポイントが上位3名に入っていればオープニングゲームで確保されても本戦に進むことができるとあるので焦って塗る必要はないかな。うわ死んだバカああまた確保された早い。いやーもう結局これだよ。残りダイダラさんと2人だけですね。一応塗っとくけどこっち来とるな。うわあちょっと待ってちょっと待って、ダメ、今やっつけてダメじゃない、攻撃するとこだったわ、危ねえわ。ガチ逃げします。さあどっちに来る。あ待って、2体はやっぱり危ないよ。え挟まれた感がやばい。来ないでね。よし大丈夫。トップポインターや俺が、覚えとけよ。ダイダ持ってんのはな、世界を塗り替える。どうや、どんなもんや。データドン。さあ、塗りは勝ちですね。それは当然だ。こっから。いや、ビビっちったわ、ほんと。さて、おーっと、はい。俺とゆうたけし、見事、勝ち申した。あら。あ、塗り最下位じゃなかった。あはは、出れる。はい、塗りポイントも2位なので、大丈夫ですと。脱落ということで、まあ実力の差が出たかなと、うん、そういうところでございます。僕は応援係に回ります。よっしゃやるか、めっちゃ目かゆい。はい、それでは後半戦、俺はおめえらをぶっ潰す。ハンター一人だけらしいです。二人おるけどな。オッケー、よろしくお願いします。イエイ。ダイダラさん、さよなら、ありがとう。あ、ダイダラさんも挨拶してる。みんなで挨拶して。かも言うとるが、かも言うとるが、僕いけないんです。ナイス。5分間って結構ね、長いんだよね、俺にとっては。ポンコツだから。頑張るよ。カマセイヌはカマセイヌなりに頑張るんだよ。あの人怖い、あの人怖いよ。ハンターがね、どっから来るかだよね。今見られたかな、多分。まあ、でも見られてないか。大丈夫。お、ハンターが。こっちに行ったらここ安全だよね。じゃあ、キャット移動しましょうか。壁塗りたいんだよね。誰か塗ってくんねえかな。後ろからハンターが。とりあえずひたすらね、全体的に塗りはするけど、ハンターもう一人で。待って。やばいって、もうちょっと待って、射程長えよ。いい、ありがとうスプリンクラー、ありがとう。あぶねえよ、もうええやろ、俺ワンでええやろ。あくそ逃げまくったのに。チクショー。めちゃめちゃくるくる回っております。ニコルトさんがまたもやね、声援を送りに来てくれましたね。さあここで通達が出てますね。残り時間3分を切るとハンターは大王以下にもなりつつ逃走者を追いかける。気をつけろ大王以下。ちょっと待って、来てる。待って、ここら辺でダイオウイカなられたらすごい困る気がするんだけど。ダッシュで逃げるか。あのイカが、あの反対イカが怖すぎて。今のうちに逃げよう。ヒュータケさん、置いていかないで。あ、俺、ポンコツ。マジポンコツ。隠れよ、もう。反対イカがどこにいるか分かんないから。
怖い怖い怖い、目の前を通らないで、お願い、あっちに行って。あこっちから来たか。ちょっとバレないバレないように。うわ、塗り状況がやばいです。ちょ、このチャージャーのさ、あとさ、めっちゃいかにもこうやって逃げました予感がすごい出るからリスキーなんだよね。今です。頑張って逃げて、お願い逃げて。あー、操作が下手くそだ。どこにいるの。ここか。やばい、お危ない。おお、もういちいち目の前にいる。でも塗り状況がねひどくなってくるとやばいんだよね。ニコルトさんどこ行った。もうあっち行ったのかな。怖い、ここにいる、ここに。ピッと、怖い、ほんとやだ。あ、いるよ、ほら、もういてよ、見て、ほら、あそこにいる。あ、ほら、もう絶対殺される。あー怖い、あんなにぶっ放して。青い空、白い雲、あー紫のインク。やばいかも。あ、ニコルトさんうまくやり過ごしたね。これはニコルトさん勝ち確じゃないか。俺もあっち行こう。怖くて喋れない、もうぽい。ハンターってゲームパッド見てんのかな、ちょっと気になるよね。見てるんだったらほら、今みたいにスプリンクラーしてたらさ、場所わかるじゃん。来た。あー、俺あんなとこにあれ撒いたよ、バカだよ。俺はバカ野郎だよ。もうなんかほら、もう俺を嗅ぎつけてるもん。ちょっと来ましたね。あっ、ミコさん逃げましたね。どうよ、でもほら結構うまく逃げてる。あー死んだ、ダメだ、残り30秒だったのに命はなかったよ。はあ、ダメだった。もう本当に呼吸も止まるような瞬間だったよ。もう、あ、やば、いる、いない？スプリンクラー置くと位置がバレるので、このままやり過ごそう。あ、これは来たな。おー逃げ切った。塗り状況やばかったけど、あ、なんかすごい達成感がある。ちくしょう。5分のうち最後の1分ぐらい1人になって逃げ切るってすごいよ。反対か2人だからね。ダイオウイカもあったんでしょ。いや、これはもうあっぱれですよ。スタンディングオベーションですわ。おめでとうございます。それでは第14回でお会いしましょう。今度は絶対逃げ切ります。バイバイ。はじめまして、ゆうたけです。イカ逃走中の動画などを投稿してます。スプラ2でもやるみたいなんで、チャンネル登録などよろしくお願いします。次回は再び戦闘中 in ひらめが丘団地、8月中旬頃に投稿予定。お楽しみに。